マリー・アウグステ・フォン・トゥルーン・ウント・タクシスは、ビュルテンベルク公、カール・アレクサンダーの日。マリー・アウグステは、トゥルーン・ウント・タクシス公アンゼルム・フランツと、その日、マリア・ルドビカ・アンナ・ホン・ロップコビッツの間の娘として、生まれた。オーストリア領ネーデルラントで育ち、後にトゥルーン・ウント・タクシス家の本拠である、フランクフルト・アム・マインに移っている。1727年5月1日。 マリーア・アウグステは同じカトリック・シントのビュルテンベルク・ビンレンタール校、カール・アレクサンダーと結婚した。夫は1733年に本家を継いでビュルテンベルク校となった。10年の結婚生活の間、夫妻はお互いを敵とみなし、どちらも作望や秘密や駆け引きを巡らして相手を陥れようとした。夫のカール・アレクサンダーはマリーア・アウグステが 国政に干渉したり、公爵の大臣たちを非難するのを防ぐために、たびたび妻の召使いにスパイをさせていた。1736年、激しい夫婦喧嘩の後、カール・アレクサンダーは、妻から国政には関わらないとする約束の手紙を引き出した。1737年3月12日、カール・アレクサンダーは、軍事視察旅行に向かう前日に休止し、 公爵夫妻のわずか9歳の長男カール・オイゲンが公爵位員を継いだ。マリー・アウグステはビュルテンベルクのイエンシュタット公カールドルフ率いる摂政会議と争い、11月5日、摂政から情報を引き出した。公爵未亡人は多額の年金と共同摂政の肩書き、そして長男の養育権を確保した。1739年頃からマリー・アウグステは ビュルテンベルク軍のある大医と愛人関係にあった。やがて公爵未亡人の妊娠の噂が広まり、スユミツインはこの件に関する調査を始めた。大医は退役させられ、マリー・アウグステは1740年4月にブリュッセルに逃亡し、5ヶ月間滞在していた。この事件のため、マリー・アウグステは重要な政治決定や、長男の養育からも排除された。 しかし1744年までに、マリー・アウグステは、かなりの程度まで影響力を取り戻した。彼女は、上の息子二人を、プロイセン軍に勤務させるように仕向け、長男の公爵カール・オイゲンに、フリードリヒ二世の命をめとらせることに成功した。カトリック・神徒だった、マリー・アウグステは、末息子のフリードリヒ・オイゲンを、ローマ教会の聖職者にしようとしたが、フリードリヒ・オイゲンは、 プロイセン軍の将軍となり、フリードリヒ2世の別の名と結婚してしまった。マリー・アウグステの影響力は、カール・オイゲンが成人したことで、1749年までには、衰えた。その後1756年に、月品源で死んだ。夫、カール・アレクサンダーとの間に6人の子女を設けた。ありがとうございます。